ドナルド・エルヴィン・クヌースは、数学者、計算機科学者、スタンフォード大学名誉教授、クヌースによるアルゴリズムに関する著作座、アート・オブ・コンピューター・プログラミングのシリーズは、プログラミングに携わる者の,の間では有名である。アルゴリズム解析と呼ばれる分野を開拓し、計算理論の発展に多大な貢献をしている。その過程で、全近規法で計算量を表すことを一般化させた。 計算機科学への貢献とは別に、コンピュータによる組版システムテクスト、フォント設計システムメタファントの開発者でもあり、コンピューターモダンという初代ファミリーも開発した。作家であり学者であるクヌースは、文芸的プログラミングのコンセプトを生み出し、そのためのプログラミングシステムウェブ、クウェブを開発、また、ミックス、エンミックス命令セットアーキテクチャを設計。 ウィスコンシン州ミルホーキー生まれ、父は小さな印刷会社を経営し、近くの高校で簿記の講師をしており、その高校にクヌースも進学した。高校2年生の時、ジーグレル、S ジャイアントバーという文字列から文字を取り出して、組み合わせ、どれだけ意味のある単語を作れるかというコンテストが行われた。審査員が事前に用意した回答例は2500語だったが、 学ニュースは4500語も見つけ出すという才能を発揮し優勝した。商品として学校にテレビ受蔵機が送られ、クラス全員にキャンディバーが配られた。大学進学にあたって音楽と物理学のどちらを選ぶかで悩んだ末、ケース工科大学で物理学を学ぶことにした。ケース工科大学で物理学を学んでいた頃、初期のコンピュータの一つである IBM650 と出会う。 そのマニュアルを読んだクヌースは自分ならもっとうまくできると信じ、アセンブラとコンパイラのコードを書き換えることを決心した。1958年、大学のバスケットボールのチームがリーグ優勝するのを助けるため、クヌースは各選手の能力に基づいたプログラムを構築した。これは当時あまりにも画期的だったため、ニュースウィーク誌に記事が掲載され、CBS イブニングニュースで ボルター・クロン・カイトも取り上げた、エンジニアリングサイエンスレビューという技術専門誌の立ち上げに編集者として参加しており、同誌は1959年に技術誌の国家的な賞を受賞している。その頃物理学から数学に転校し、1960年にはズバ抜けた成果により学士号と修士号を同時に与えられた。1963年、 カリフォルニア工科大学で数学の博士号を取得し、同大学で准教授として働き始め、そこで、ザー・アート・オブ・コンピューター・プログラミングの執筆を開始した。もともとはコンパイラに関する本の執筆を依頼されたのだが、それが、ザー・アート・オブ・コンピューター・プログラミングという大作になってしまった。当初一冊で完結する予定だったが、それが6部作となり、 さらに七部作へと構想が膨らんでいった。第一巻を出版する直前の1968年、プリンストン大学キャンパスにあった、インスティチュート・フォー・ディフェンス・アナリザスの通信研究部門を通して、アメリカ国家安全保障局の仕事を請け負う職に就いた。しかし、その仕事は、クネウスの政治信条には合わなかったようで、間もなく、スタンフォード大学に移った。詳細は、 ザート・オブ・コンピューター・プログラミングを参照。ToGP あるいは ACP と略されることがある。コンピュータ・プログラミングのアートについて集積した隊長である。クヌース自身がここで意図しているアートがどのようなものであるかは、本書の交換という業績によって、第3巻を刊行後の1974年にチューリング賞を受賞した際に、受賞講演の冒頭で詳細に述べている。 本書の起との当時、計算機科学は第一歩を恐る恐る踏み出したばかりで、クヌースは、それは正体不明の全く新しい領域だったと述べている。さらに、入手可能な出版物の水準はあまり高いとは言えなかった。多くの論文が単に全く間違っていた。だから私はひどい形で語られていることをまっすぐなストーリーに置き直すことを動機としたと述べている。 その後1976年に2巻の第2版の準備中にその反面の仕上がりに不満を持ち、テックスとメタファントを自ら開発し始めてしまい、4巻への着手は多少後ろ倒しとなった。結果としてコンパイラーの技法についても、続巻の内容として2020年の時点でも予告には含まれているが、それらの分野についてはすでに多くの書籍がある。一方で、 期間部分に含まれる徹底したサーベイと実践に基づき書かれた内容はしばしば参照される貴重な記録といえるものも多い。2012年現在、最初の3巻と第4巻の第1部が出版済みである。他に超現実数という本も執筆しているジョン・ホートン・コンベイの集合論に基づいて大体の数体系を構築するという数学的小説である。 この本は単に主題をそのまま説明するのではなく、数学の発展過程を示すことに努めている。クネウスはこの本を読んだ学生がオリジナルの創造的研究を行うことを望んでいる。クネウスの他の著作として3時16分バイブル、テックス・ツ・イルミネーティッドがある。これは聖書に総家抽出法を適用するという試みをしたもので、それぞれの書の参照16節を抜き出して解析している。 それぞれの節を美しく効果的に見せるためヘルマン・ザップの指揮でカリグラファーたちが協力したクヌウス・ワルター派である2006年前立腺がんを患っている同年12月に手術を受け放射線療法を受けているが予後はかなり良好だと動画にて報告している名誉教授となった今も年に数回スタンフォード大学で非公式の講義を行っている彼はこれを コンピューターミューズイングスと呼ぶ。また、オックスフォード大学コンピュータ研究所の客員教授であり、同大学、モードリンカレッジの名誉フェローでもある。クヌースは、プログラマとしても有名で、専門的ユーモアでも知られている。クヌース賞金こぎって、クヌースの計算機科学への貢献に敬意を表し、1990年、彼は、プログラミング技法の教授、 プロフェッサー・オブ・ザアート・オブ・コンピューター・プログラミングという唯一の称号を与えられた。1992年、クヌースはフランスの科学アカデミーの巡回員となった。同年教授職を引退し、ザアート・オブ・コンピューター・プログラミングの完成に専念するようになった。2003年、イギリスの王立協会の外国人会員に選ばれた。2009年、 アメリカ応用数理学会の特別フェローに選ばれた、ノルウェージャンアカデミー・オブ・サイエンス・アンド・レターズの会員でもある、主な著作を以下に示す。ボリューム1、ファンダメンタル・アルガース・アムズ、1997、アディソン、ウェズレイ・プロフェッショナル、ISBN0 から201896834ボリューム2、セマヌメリックル・アルガース・アムズ、1997、アディソン、 ウェズレープロフェッショナル、ISBN0 から201896842ボリューム、3、ソーティングサーチング、1998アディソン、ウェズレープロフェッショナル、ISBN0 から201896850ボリューム、4A、コンビナトリアルアルガースアムズ、パート1、2011アディソン、ウェズレープロフェッショナル、ISBN0 から201038048ボリューム、 4. コンビナトリアルアルガースアムズ。準備中ボリューム 5. シンタクティックアルガー,アースアムズ。準備中。2015年に出版可能になる。予定ボリューム 1. ファシケル1。エンミックス。エイディスクコンピューターフォーザニューミレニアム200。2005。ISBN0 から201853922ボリューム4。4. ファシケル0。イントロダクション2コンビナトリアルアルガー,アースアムズ。アンドブーリアンファンクションズ。 2008 ISBN0 から321534964ボリューム4ファシケル1ビットワイズトリックステクニックスバイナリーデシジョンダイアグラムズ2009 ISBN0 から321580508ボリューム4ファシケル2ジェンナーティング・オール・トゥープルズパーミティシャンズ2005 ISBN0 から201853930ボリューム4ファシケル3 ジェンナーティング・オール・コンボネーションズ・パーティションス 2005. ISBN、2005。ISBN0 から201853949ボリューム。4。ファシュケル4。ジェンナーティング・オール・ツリーズ。ヒストリー・オブ・コンビナトリアル・ジェネレーション 2006. ISBN。2006。ISBN0 から321335708ボリューム。A. ザ・テックス・ブック。X プラス 483PP。ISBN0 から201134470。 ボリューム B、テックス、ザ・プログラム、ザ・バイブプラス六百 PP、ISBN 零から二零一一三四三七三、ボリューム C、ザ・メタフォンテブック、トゥエルブプラス三百六十一 PP、ISBN 零から二零一一三四四五四、ボリューム D、メタファント、ザ・プログラム、ザ・バイブプラス五百六十六 PP、ISBN 零から二零一一三四三八一ボリューム、E。 コンピューターモダンタイフィセス、ザビプラス 588pp リターットプログラミング、1992 ISBN 0から93万7073から80から6セレクテッドペーパーズ、オンコンピューターサイエンス、1996 ISBN 1から88万1526から91から7デジタルタイポグラフィー 1999 ISBN1575860104 Selected Papers on Analysis of Algaris Arms 2000 ISBN1575862123 Selected Papers on Computer Languages 2003 ISBN1575863812 ISBN1575863820 セレクテッド・ペーパーズ・オン・ディスクリート・マシュマティックス200、2003ISBN1 から 575862492ISBN1 から575862484セレクテッド・ペーパーズ・オン・デザイン・オブ・アルガース・アムズ 2010ISBN1 から 575865831ISBN1 から575865823セレクテッド・ペーパーズ・オン・ファン・アンド・ゲームズ2011 ISBN 978-1から575865850。ISBN 978-1から575865843コンパニオンツーザペーパーズオブ。ドナルドクヌース。2011.ISBN 978-1から575866352。ISBN 978-1から575866345。ありがとうございます。